七不思議の裏不思議七裏、どうも皆さんありがとうございます。いつもいつも何泣いてんの、面白くねえんだよそれ泣くの懐かしいよお前それ、ねえ今ちょっと泣いてましたからね昔はね、ちょっと回ってなかったんで今ねごまかしながら回しましたけども、いやー嘘やろ、始まりましたよ。でもしっかりとね、あ、取れてはいるんですか。そうそう、でこれちょっとこれで一応測ってるじゃないですか、はいはい、そうそうそう、ね、いやいやどう、昨日の、昨日のというか、何ですか、ホラーフェスすごかったね。あ、まあね、すごかったですね。600人ぐらいいたらしいですよ、お客さん。いいですよこれね。であの下田さんとアミさんとさ、俺らで4人で出たステージあったでしょ、はい、あれがすごかったらしいよ、入りたいっていう人が入場規制かかっちゃって、ね、見たかったけど見れなかったみたいな。すごいっすよね。すごいっすね。そんな見たいっすか。いや見たいでしょそれ、ゴリラはいやいや、ゴリラより見たい人はたくさんいるでしょ、いやまあでもほら結構、でも下駄さんとかとセットになることは七不思議が結構多くてね。多いっすね。不思議大百科と七不思議つながりみたいなところもあったんでしょうけど、不思議不思議でね、ありがたいですけどね、本当こういうふうになんか一緒に呼んでいただけたりできるっていうのはね。下駄さんはね、なんかこう喋りのトーンが僕一緒なんでやりやすいんですよ、うん、ああ。なんかありません、そのトーンが一緒だとやりやすいとか、うん、はいはいはい、テンションが違うとやりづらいとか、なんかありますか。僕はそうですね、やりやすい僕あの基本的に日常会話でもそうなんですけど、うん、すげえ早口なやつやりづらいんですよ。ああ、古舘伊知郎とかいやいや喋ったことないまず古舘さんと。イメージで早口っていうだけだよね、うん、たまにいてるじゃないですか。はいはい、はい、あ、うん、苦手なんですよ。いるよねすごい、それこそ山田マネージャーも早かったですもんね。ああ、山田マネージャー早かったな。あんなに早い女性いるんだなと思ったもん俺。食い気味で返事してきますもんね、早って。うん、うん、確かに。そう、でもそうなってくると、はい、女性であれだけの速さって僕はなかなかいなかったですよ今まで。ああ、いてないかも。確かに。うん、山田マネージャー早かった。山田マネージャーの話をしちゃうのね。いやマジでね、びっくりするぐらい早いですよね。僕たちの前のね担当のマネージャーの方。はい、終わりました、ありがとうございます。早っ、ね、そう。でもういつ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 いどこどこ来てください。早っ、ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい、全部が今完結したありましたね。ね、なんかちょっとそんなこと思いつつ、投稿会談やっていきましょう。はい、わたくずさんからの体験なんです。わたくずさん、はい、大学の頃に数ヶ月ほどハワイ島に留学していたそうですと、うん、そんなある休日の日、私はルームメイトに誘われて隣の部屋の2人とその友人の計5人で海に行ったと、はいはい、で海についてみんな思い思いに行動する中、私は1人で周りを散策することにしました、うん、そこはオアフ島とは違い、黒っぽい砂浜に溶岩の岩だらけの場所、ゴツゴツした感じ、周りには誰もいてないってね、うん、岩の上に立って海を眺めていると、うん、木の船に乗ったハワイのネイティブの人が現れました、うん、その人は船の上に立っていて、うん、葉っぱの腰みののようなものをつけて、うん、頭に葉っぱの冠をつけていました。あ、なんとかイメージが湧きますね。その人は私に目線を合わせて、うん、右手をまっすぐ私に差し出すと消えていったんです、その人の周りはキラキラしていて、うん、ハワイの神様だ、テンション上がったなやね、え思ったそうですよ、実際に神様かどうかわからないですけども、不思議とそれを見た時に心が温かくなったということですね。ハワイの神様、なんかその頭に葉っぱの冠っていうのはなんかあのマラソンで勝った時みたいな、あ、なんかね、なんかかぶりますよね、はいはいはい、多分ああいうイメージでしょ。であとやっぱどうしてもちょっと筋肉マンを思い浮かべてしまいますよね、プリンスカメハメ ねのことがちょっと頭に浮かんだりとかしましたけども、葉っぱの腰みのは守備力弱そうですね。なんかあったよね、ドラクエでも川の腰巻きだ、川の腰巻き買わなかったな。あ、マジか。あ、でもあいつにはつけさせちゃう、あのモンスターにはつけさせたけどあの意外とあれ守備力高くて、ウルト高いんですよ。あ、そうだったっけ、
あの鉄の鎧と2ぐらいしか変わんないんですよ。ああ防御力が、うん、意外とだね。そうなんですよ。意外と見落としがちな防具とかって結構あるもんね。ある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 。俺は革の腰巻きは多分ほとんど使ってなかった気がする。宝箱で拾えますからね。そう、あの買わなくても、うん、あの手に入る。あそうや、カントリーマームみたいなもんなんですよ。いや、まあ、ケータリングでようあるけどね。そう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 、なんかそういう立ち位置だったな革の腰巻きは。なあと何やろ、魔法の盾って買いました？僕は買ったイメージです。ああ買う人5か6だっけ魔法の盾って。俺鉄の盾で頑張っちゃうな。あ頑張っちゃう。魔法の盾はね、やっぱ魔法のダメージを ね下げるからね。で確か2000ゴールドぐらいだった気がするんですよ。あ安いのか。そう魔法の盾は。そうか、そう魔法の鎧が高いの。魔法の鎧は高い。もう1万2000とんでもない値段がするから。で一歩歩くごとに MP が回復するとかなんかあったじゃん昔はね。わたくじさんありがとうございます。意味わかんないけどすいません、はい、続きまして、はいはい、P さん、 P さん、からいただきました、はい、私が体験した不思議な体験なんですと、うんうん、中2の修学旅行の夜、うん、宿泊先はまあ普通の旅館だったんですけども、うん、仲良し女子6人部屋、うん、何回もおしゃべりしたりしてて、で、まあ、1人寝て2人寝てみたいなね、はいはい、で私が寝たのは3時から4時ぐらいだったと思います。さすがにそろそろ横になろうと思ったら先に寝ていた数人の隙間しか場所がないと。なるほど。肩が触れるどころではない狭さで、うん、小柄の私がギリギリ入り込める幅しか空いてないと。あららら。その隙間になんとか体をねじ込み横になって、うん、でいつの間にか眠りについた、うん、ふと窓がうっすら明るくなっていて目が覚めてもう朝かと思ったところで違和感を感じる。うん、まだみんな寝ていて寝た時と同じ狭い隙間で、うん、私は同じようにギリギリの幅で横になっているんですが、うん、でもうっすら知らんでいる窓の位置が寝た時と逆、うん、寝た時は外に面する窓は左側にあったのに目が覚めると窓は右側にある、うん、あれと思って上体を起こすとその狭い隙間で私だけ逆を向いている。ほう。みんなの足が私の左右に並んでおり私だけみんなが足を向けている方に頭を向けていた。寝返りすら打てない狭い隙間で寝ていたのに綺麗に私一人が逆を向いていました。単に寝相が悪かったのかもしれないですが普段は寝相が悪いわけでもないので25年ほど経った今でもあれは不思議だったなと思い出します。ほとんど動けないような状況で逆か向いてたってことか。これは寝相だと思います。なるほど。僕何回か体験あります。うーん、こうね寝てて、うん、なんかこうちょっとね隙間に入り込んだ時に知らず知らずに上半身起こして、うん、このまま逆側にバタンってなることあるんですよ。うーん、で僕一回ねこう寝てて上半身起き上がってこのバタンっていうここで一回目覚めたことあるんですよ。あ、すごいタイミングだね。だから、うん、痛いんですよ、うんうんうん、このバタンの直前に目覚めてるから、うん、はい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 、すげえ痛かったことあるんで、うん、これね多分ね僕寝相だと思います。 P さんもちょっと普段とね、そう、あの修学旅行っていうちょっと違うようなところだったりしてね、うん、なんかそのいつもと感覚も変わったりして、うん、そういう動きをしてしまったっていう考えられますね。でもまあ不思議な体験ではありますよね。まあ、不思議ではありますよね。続きまして、はいはい、今日ハイフンコムハイフン違うアンダーバー今日コムさん、今日コムさん、高校生の時、ある夏の夜でした、うん、明確な理由もないんだけども、うん、家にいるのが嫌だと、うん、で 4,5 人の男女で集まって住宅街の中の家1軒分ほどの小さな公園で時間を過ごして、うん、まあ、よくあるだべってたんですね、うん、そこは左右後ろも隙間なくて家が並んで立っていて少し薄暗く警察が歩道などであまり来ない場所、うん、来ないんだね。私たちがブランコやその周りの柵に座っていると一人の男の子がそろそろ帰ろうぜとなんか、うん、ああ出てきても嫌やしと少し怖いことを言い出しました、うん、どことなくその場所が不気味なのをその子は感じていたのかもしれません。なるほど。そして、うん、じゃあどこ行くなどみんなで話していた時、うん、私の右隣、うん、顔と肩の間あたりで、うん、口に手を当てたようなこもった老婆の声で、うん、姉ちゃんはよ帰りやと聞こえました。びっくりするね。私は驚いて振り向くと後ろには砂場と木が数本並んでいるだけ、うん、私は公園の隣の住人のおばあちゃんに注意を受けたと思い右側の真っ暗のお宅の方を向いてすいません帰りますと頭を下げました、うん、すると、うん、帰るかと聞いてきた男の子が、うん、
お前誰と喋ってんやっぱり聞こえたんやと言ってきたので、うん、いやいやみんないてるのに私だけ怒られたやんかと言うと周りの子は私たちの会話にキョトンとしています、続けて彼が実は俺お前の後ろの砂場から誰か歩いてくる音がしたから帰ろかって言うたんや、うん、ザッザッザッって歩いてたやろと言い出しました、うん、とても怖くなってすぐに帰宅しました。彼は霊感があるらしく以前にこの公園の前を通った時にきっと砂場あたりを行ったり来たりしている浮かぶ顔を見たそうです。そうなんだ。私が聞いた謎の声今となってはそれが誰かは分からないですけども、まあ、当時居心地が悪くて家に帰らない日もあった私を心配してくれた方がいたんだと思うと今では恐怖ではなく感謝ですと。そっか、怖い話とも取れるけど帰りなさいよってことを言っただけだね。そうそう、言ってくれただけだから別に驚かすつもりも多分、うん、ないしね。京コムさんのだからもしかしたらご先祖様、うん、みたいな存在の人がもうちょっとあんたそんなとこいないでそうそう帰んなってことを言ったんだね、うんうんうん、きっとね、うん、でも男の子はちょっと雰囲気を感じたのか、うん、なんかその周りに誰かがザッザッと歩く足音、うん、うん、この場所自体はまあもしかしたらなんかが集まりやすい場所だったりするのかもしれないけどね。でもその薄暗くて狭い場所で周りに家が建っててそこだけポカンと開いてたらやっぱたまりますよね、うん、いやもちろんこれなんとなく想像つくけど、うん、この周辺の例えば仲いい同世代の子とかだったら何かあったらここ来れば誰かがいるみたいな場所に多分なってたんだろうねきっと。だから作りが良くないですよね。その、うん、たまにあるじゃないですか歩いてても、うん、この公園気持ち悪っていうとこある。家の近所にあるちっちゃって、なんかあのこういうこのわかるわかる、あの何ビヨンビヨンビヨンってなる動物パンダとかどね、なんかコアラとかユーマみたいなやつの、そうビヨンビヨンビヨンってできるやつが一個だけある公園とかある。何これって、あれの設定っていうのは別に1個でもいいと思うんだけど、ああなんでいいじゃなくてよくない、うん、分かる分かる、そういうのは分かる。ベンチ大きいな、はいはいはい、とかあるじゃん。今度ねぜひあの僕の家の近くのあってもなくてもいい公園にぜひ来てほしい。お本当にあってもなくてもいいんですよ。あのね公園って書いてあるんです、憩いの森みたいな書いてあるんですけど、ああああベンチ2つぐらいとなんかこう四角いなんていうのテーブルみたいなのが1個置いてあってめっちゃ蚊が多いんですよ。あもう最悪で薄暗いんですよ公園なのに。 あれこれ意味ないだ、全住民が思っています。ええ、僕の家の近所のなりました、ね、なんかちょっとそれを想像してしまいましたね。続きまして、はい、キミリンさんですね。キミリンさん、はい、家族は母と私、うん、私は3姉妹の三女です。なるほど、そして、姉、次女にかなりの霊感がありますと、いろいろとネタの宝庫なんですけども、うん、今回は家族で沖縄行った時の話ですと、はい、まあ、慰霊碑をねいろいろ巡って、うん、父が少し離れたとある塔へ行きたいということでレンタカーを走らせました、うん、で到着するとだだっ広い駐車場には車が全く止まっていない、うん、平日で雨模様ということもあり私たち1台だけ、うん、でね入り口付近に止めたと、はい、で降りようかと父と、うん、私と姉、過去長女ですね、はいはい、が車から出ると、うん、なぜか母と次女がですね、うん、車から降りてこないんです、はあ、どうしたのと聞いたら2人揃って具合が悪い、心配ではあるものの沖縄までせっかく来たからと、なんともない、3人がね車を出て入り口へ向かいました、うん、入り口付近に古びた公衆トイレがあって、父がそこに行ってくると、うん、で私と姉はトイレ付近で待っていて、私は先がどんなところか気になって一人で少しだけ進んでみ、うん、そこには広い海を見守るように塔が立っていました、うん、その時バタンと駐車場付近から音がしたのでてっきり母か姉が降りてきたのかと思って戻りました、うんうん、そしたらトイレから出てきた父と待っていた姉と合流し、うん、今音がしたよねと言うと3人とも音を聞いていたので駐車場に戻りました、はいはいはい、すると車には母と姉が変わらず乗っていて、ほう、またどこにもうちの車以外が止まっていない、私たち3人はとなりました、うん、急に怖くなって3人で車に乗り込みこの経緯を話すと2人は車から降りていない、うん、他の車も来てないよと、とりあえずここから離れた方がいい、退散しました、はい、そして不思議なのはこれから、うん、このお話を投稿しようとまとめたく父と長女に、うん、あの時音がして怖かったよねと聞くと音など聞いていないと言います、うん、確かに怖い感じはしたけどねと、うん、そしたらなんで3人で車へ戻ったのね、きっかけないと戻らないよねと、
ね言うと、うんうん、あ確かにそうだよなと、うん、でお母さんに確認したんです、うん、あの時音がして戻ってきたって私たち言ってたよね、うん、うん、言ってたよって言って、なぜ父と姉は忘れてるんでしょうか、いろんな思いの眠る沖縄は、うん、あの音は一体何だったのか、ちなみにその場所から離れたら母と姉の具合は少し良くなりました。へえ、まあまあまああるでしょうね。やっぱなんか沖縄っていうのは特別な場所だみたいなね、やっぱりありますけど、やっぱ感じる人っていうかはすごく思う場所なんでしょうね。なんかね、ロケでね、うん、ヤースとハヤセと行ったんですけど、はいはい、うん、やっぱこう岬のね、こうなんとか岬ってね、こうよく観光地で書かれてるじゃないですか。あるね。ここは何々岬、なんかちょっと書いてあったりね。そのね裏側にお地蔵さんがあったりする。うん、ああそうなんだ。隠れるかのように。不思議。ね、うん、なんかの看板とかの裏にちょっとしたそういうものが隠れてたりすると あーって、うん、思わずなるよね。なくなられてるんやろうなと思って、ね、うん、だこれも多分きっとね、その音を聞いあんだけの音を聞いてたのになぜか覚えてないお父さんとお姉ちゃんっていうのもちょっと不思議だったりね。続きまして、ゆうづきさんからの体験談です。はい、ありがとうございます。私は霊感はありません、うん、ただ昔からよく不思議な体験はします。うん、先日昼寝をね、しようと横になってうとうとしたら、はい、左耳の方から途切れ途切れに蚊の飛ぶようなふーんっていうね、ふーんっていう音が聞こえてきたと、ね、うんうん、冬ですよと、はいはい、ね、思った瞬間、うん、体が動かなくなり、うん、そのブーンっていう音が急に近く大きくなってきました。ほう、その時にやっと分かったんですが、うん、それは蚊の飛ぶ音ではなく、え、ねえ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 と女性の声が繰り返し聞こえてきます。わ、私は左向きで寝ていて左耳はクッションで塞がっているのに、うんうん、すぐ耳元でねえ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 と言われているようにはっきりと聞こえます。これはやばい、あ、これ絶対やばいと、うん、すぐに解かなくちゃと いつものように 3,2,1 と心の中でカウントダウンをして、ゼロのタイミングで力ずくで振りほどいて飛び起きました、うん、すごいね。周りを見回したが変わった様子はありません、うん、スマホをいじりながら横になっていた若干霊感のある母に、うん、今金縛りになって変な声聞こえてきたけどと言うと、うん、母も何かを感じていたようで、うん、それ女の声じゃなかった、うん、なんか変な感じしたんだよね、今耳鳴り私してるし、ゾッとしました。なるほど、ね、あまり怖くなかったかもしれないですが、こういった体験談でよろしければまた投稿しま す, ということです、ね、いや十分怖いですよ。蚊だと思ってたら違うものだって って聞こえてんのが、ねえ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 、いやいやいや、ねえねえだったんかい、ねえ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 だったんかいって言うよ、それは。ですですです、出た関口さん、です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 、いやいやいや、ねえねえだと思ってたらですですだった、もう怖くねえよ別に、蚊だと思ってたらペニオだったって意味がわかんねえ。いやどっちもムカつくけど、いやどっちもムカつくって言っちゃった。そんなことないですよね。いいよ電話切れよもう。ですですじゃないよ。みたいなね。以上です。ちょっとね最後グダグダとなりましたけど、皆さん投稿これからもお待ちしてます。ありがとうございます。失礼します。七不思議の裏不思議七裏よろしくお願いします。この前ね、プレゼントをたくさん、あ、いただきました。配信ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すごい大量のもうなんだ T シャツから何から靴とかもあったりとか、はいはい、すごかったですよね。すごい、うん、これハンガーとかさ、はい、シャツ結構多かったじゃないですか。 T シャツハンガーかけてるんですか。僕はハンガー、あのクローゼットの中のウォークインクローゼットって何ですか。いやいや知らんのに言うなよ。広いやつね。ああ、広いやつなんだ、はい、そうこうやってなんかそう、鉄の棒が下がってて、はい、そこにハンガーでかけてますね僕は。それちゃんと奥行きあるんですか。奥行きあるよ。あ、歩けるのがないとウォークインじゃないですよ。あ、ウォークじゃっていうよりも、開けるじゃない、うんうん、クローゼット開けるじゃない、開ける開ける、1,2,3 歩歩けないとウォークインじゃないですよ。ね 1.5 歩だね。ああ、それはクローゼット、ノンウォーク、ノンウォーキングだ。それクローゼット、ただのクローゼット、はい、ただのクローゼット。でもクローゼットが僕も全部猫なんですよ。ああ、本当に、ね、ここからね、うん、
ここぐらいまではだいたい、まあ皆さん見えないんで、1.、もっとあるか、 1.7 ぐらい、 1.7 メーターぐらいのこうなってるとこにこうかけて1枚こんなもんでしょいやまあ ね T シャツね、ガー全部猫だからね。 T シャツはかけん方がいいですけどね、畳んだ方がスペースがあれなのかな、あコートとかね、そういうやつはだけど、俺はもうあの店みたいに並んでますか、ああ積んである、あれだ、いらっしゃいませーの、あれだ、店員が、はい、それでもう積んでます、ね、ああでも増えたでしょ、まただから今回のあれで、あそうです、だから配信の時に来させていただこうかなと思ってます。当分持ちます ね、 あそうですね、新しいの皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、活用させていただきます。ということで今回の7市の不思議は以上となります。いや T シャツをありがとうございましたの回って何これ、サムネどうすんの感謝っていういやいや誰が見るだよそれ、感謝の回見ないよそんなもんは。あ投稿会談ですよノブさん、喋りましょうよ、よろしくお願いしますよ、本当に、ずっと会談喋ってるな昨日もスリラーナイト百物語10本ですよ、うわそんな喋ったの、はい、わ俺たまたまつけた時ロックちゃんが喋ってた、ロック、ロックちゃん、あこれ百物語だからみんなテレコっていうことな、わ順番で順番でね、そうなんだ、いやそうですよ、だから昨日鈴作くんとか、あそうそう千賀さんとかね、千賀さんとか5人でやってて、あじゃあ1人50話、そう、あそうか前編後編みたいなやつの後編だったのか、7時半スタートの終わりが30枚、はい、そんなにやってたの50話なんでね、ああちょっとそれまあノブはさこれブーブーで言ってるからいいけど、みんなさんはあの皆さんは響さんはもうちょっとタクシー帰りますって言って、で他のメンバーは朝まで始発まで、うー若手芸人みたいじゃないですか、そうですよいやだからあのねあの本当にロックちゃんが死にそうやったんでロックちゃんは乗せていきました自律神経がいかれてると同じの、僕はもうしんどいんですよって言ってたからあの隣に乗せて暑い寒いがわからない悲しみの44歳、子供みたいに、うん、あのはしゃいで車から降りて帰ってきました、あ面白い、よかったでしょうね、あ面白いですね、いいですね、そんなこと人助けじゃないですかそれはということで、はいはい、ご回答読ませていただきましょう、よろしくお願いします。オラオラさんでございますね、あオラオラさんいつもありがとうございます。皆さん心霊写真が撮れた場合どうしてます？自分は気にしないタイプでして、うん、他の写真と同じようにアルバムにまとめているんですけども、うん、1枚だけ特別に分けて置いてある心霊写真があります、うん、心霊写真ってよく消える、なくす、あるいは必要な時に出てこないってことが多々あると思うんですが、ありますね、これ僕ショートで言ってますよ、これ同じこと内容、はい、ああなるほどね、はい、で自分の場合はそういったことがあると面倒くさいので1枚だけすぐ手の届くところに置いているんです、逆探知をするために。ああすごい発想ですね。前に七不思議の、まあ、フレッシュなラジオで念や生き量に対しての簡単な対処法を紹介したと思うんですけども、うん、普通だったら生き量を飛ばしてきた相手からもらったものは処分した方がいいと言いました、はいはい、しかし生き霊が写り込んだ写真も持っていない方がいいと思うんですよ。怖っ。多分ですが、うん、でも自分相手が今どういった心理状態か、そうね、また逆恨みして生き霊を飛ばしてきてないかを探るための、うん、生き霊が写り込んだ心霊写真を使う時があります、はあ、なぜなら生き霊を飛ばしてきた相手が息子をターゲットにしたからです、うん、ちなみにおぞましい話、ちなみに息子に生き霊を飛ばしてきた人は前歯が6本腐って抜けたって言った人です。はあ。別に自分はその人を恨んだりはしていません、うん、むしろ幸せになってほしいと思っています、うん、これ前オラオラさんが言ってた話です、ね、ああなるほどね、ああありましたね、あそうだ、あったあった、なのでこう前歯がねやられた、その話のなんかね下覚えあるもんね、なんかね、むしろ幸せになってほしいと思っていますが、また息子に何かしらしようとしてきた場合は、うん、容赦はしないですと。ほらなんかねやっぱりこのダークなオラオラでした。あダクオラですね、これダクオラできました、オラダクですね、ネギダクオラダクですねこれみたいにね言ってますけど、やっぱ七不思議アベンジャーズのねトップクラスの能力者はね、今までの体験談とかそういうので見ると、オラオラさんが
すごく具体的にね、対処法であったりとか今回のことであったりとかさ、そうもう生き量が映り込んでいたりとか、その写真に生き量自体がなんか念を持って映っちゃってる時とかもあんだよね、うん、きっと。だからヤースが言うてるじゃないですか、生き量ははっきりと映る。ああそうか、他死んで、はい、例に比べてってことだよね、うんうん、っていうことなんでしょうね。でこれすごいですよね、逆探知、うーんすごいよね。まあ小良原さんはそばに置いておきたいですね。そばに置いておきたい。もうすぐ見てほしい。分かんなかった、ね、なんかあった時のためにね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、はい、ローリーさんですね。ローリーさんありがとうございます。犬鳴き峠トンネルの話をします。あら怖い。娘が17歳の時、うん、友達5人で肝試しに行くこととなり、はい、まあ、夜ね11時過ぎに出て着いたのが、うん、まあ、12時過ぎと、うん、で誰となく一人で行けるやつは、うん、みたいな話になってね、で娘がですね、うん、まあ、一人でトンネルの中へ行ったんですね。すごい勇者ですねこれは。で小さい懐中電灯持って進んでいくと背後から声がすると、うん、ね、で声が、まあ、1人だけやったらまあね、うん、まあまあまあなんですけど、うん、あの何人もの声がするんですって、はい、でも確実にその何人もの霊が後ろからついてきてる気配を感じるんです。この時点で発狂します僕なんか、ねね、いやそうでしょう、逃げますよもう。全然関係ないけどこの前ロケ行った時にめちゃくちゃ怯えてましたもんね。名古屋ね。あれは概要は言えないんですけど、あ、まあね、あれはそうね。ね、セカペニとモーモーが一番上手ましたよ。あの二人がめちゃくちゃ面白かった。びっくりポイントがね、確か3回ぐらいあったんですよ あの時は。でやっぱああいう時って一人が乱れると。ガタガタガタって崩れていくでしょ、ね、張り詰めてたものが全部途切れるから、はいはいはい、だからなんか戦国時代の合戦とかで誰かが一部隊やられたらバタバタってなるのは分かる、ね、なっちゃうもん。分かる、うん、あの時はそうね、変な声いっぱい出したもんね俺多分ね。でましてね、多分あの俺のアンテナ頼りじゃないですか。そうもちろんそうだ、皆さんがだってそこがね、そこが大丈夫かどうかを見てるんだから。で俺が聞こえてしまったんですよね最初に。あそうだったね。なんかの音かな、ね、そうそうそ う, そうこれねちょっと楽しみにしといてほしい。そうなんですよね、その音聞こえてしまって、なんか聞こえませんっつったら全員聞こえたんですよね。そう全員聞こえた。でやばい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 。いや面白かったな。犬の鳴き声に近い感じもあったからね、セカペミもあの図体でそう。面白いです、あそっか、それでトンネルね、そうそう後ろから人の声が、聞こえまして、トンネルのね中ほどまで来た時は、はい、もう出口の左側に人影がもう見えてね、ほうほうほう、後ろがついてきたのにもう前にもおると、でその時点で体が動かなくなって足が前に進まなくなってきたと。やばいよ。でこれやばい、こう後ろから来てるけど、うん、もう思い切ってねバッて逃げて引き返したんです、うん、ああなるほど。で多分ですけど、うん、その前にいたやつが娘、うん、娘さん曰く一番やばいんですって、うん、なんか守護霊がこう守護霊さんが教えてくれた気がしたんですけど、あいつがやばいぞ、やばいぞ、あれが一番やばいぞと。でね、出てってみんなに今起きたこと話すと、もうやめようやめようみたいになって帰ったらしいんですけど、まあ出口のところにいたやつが、やつ、うん、一番危ないんですみたいな話なんですけどね。でもなんかな何かで聞いて、あそうだ、初耳の時になんかあの会長言ってたけどさ、はい、本来取るべき行動と逆のことを取ると、はい、なんか助かるみたいな、はいはい、ね、だからこれとかも、はい、まあ、普通だったらまあ進んでいくわけじゃんか、はい、それを逆に声がしていた方に逃げたことによって助かった、はいはいはい、逆説のパターンね、ね、ローリーさんの娘さん。でもローリーさんの娘さん多分すごい能力、能力とか感じる話聞いてた今まで。そうですね、
よくないね、こんなとこ行っちゃうのね、危ないね。だから俺の10代の時と一緒です、多分。知ってんのに、分かってんのに、友達とのノリで行っちゃう、流れとかね、よくないんですよね。ね、すごい有名なところでもありますから。やっぱロープレのなんかトラップがある洞窟とかでも、はいはい、多分こっちやろなって思ったら絶対落とし穴落ちたりしますよ。もちろんそうですよ、そういう風に作ってるんですもん。もうできてますよね。そうで、後で洞窟出た後で、あれあっち側のあっち行ってなんか今日宝箱あったんじゃないかなとかすごい思いますからね。でこっちやろなと思った反対の方行ったらそれこそ宝箱あったりしますもんね。あったりするんですよ。ようできてるわロープレようできてるわでね、まとまりましたけど今はね。じゃあ続きまして、はいはい、ジオンさんですね。おジオンさん、うん、最近はテレビ番組などで心霊系の番組ほとんど放送されなくなりましたね、うん、その通り。確かにたまに恐怖映像とか放送されても、うん、まあほとんどが作り物のフェイク映像ばかりだと、うんうん、昔はよく心霊系の特番、まあ、ゴールデンタイムなど放送されてましたけども、うん、そんな番組の中でこれは本物の幽霊が映っているのが、ジオンさんと、知人の霊能力が高い、うん、住職さんの意見が一致したとある番組があるんで聞いてくださいと。ほう。今から30年ぐらい前に、うん、某テレビ局で3時間ぐらいの心霊特番がゴールデンタイムで放送されてたと、うん、でその中のコーナーで山口県の開門海峡にある壇の浦で、うん、ビア奉仕の方はい、とかね、こうビアで演奏をして、うん、で平家の亡霊をそこに降霊させるっていうコーナーなんです、はい、すごいコーナーだな。でそのまあね、演奏してる間夜間の暗視カメラでずっとね撮影してて、うん、でどういう風になるかみたいなやつなんですけど、うん、鮮明に映ってたらしいんですよ。そうなんだ。ビア奉仕がね、肩がこう演奏を始めてしばらくしたら、うん、背後におぼろげな半透明な鎧武者が現れて、椅子に座ってじーっとビア奉仕の演奏と歌を聴いている雰囲気なんですって、はい、でそれと同時に画面左上いっぱいに、うん、やはり半透明の女性の顔がしっかりと映ってるんですって。で海岸でね恒例実験をしていたんですけども、闇夜の海から何十人と人影がわらわらと岸に上がってくる様子や、波打ち際を走る馬の影が見えたと。うわすごいね。で住職さんと雑談の中でこの話をねしてたら、住職さんもあれは見た、あれは本物だよ、やばいわあの映像みたいな言ってたんですって。なのでこのラジオのリスナーや七浦のリスナーの中にその番組覚えてる人いますかと。30年ぐらい前か。確か他のコーナーでは、うん、当時謎の死を遂げたカリスマ的歌手の降霊をロシアの霊能者がやったり、うん、行方不明の、まあ、一家の犯人投手を超能力者がやったりしてたと。なんかでもそんな番組ありましたね、なんかね、うん、ちなみに投資して描いた犯人のイラストは数年後に逮捕された犯行グループの一人そっくりでしたと。その番組自体マジやないか。それだったらかなり、いやすごいっすね。いますよね、中にはね。ねえ、もうだからこれいわゆる耳なし法一みたいなね、壇ノ浦の合戦、平家と源氏のやつで、なんかでもあれなんですかね、その時見えた、うん、牙、はいはい、牙虫はね、うん、あの歴史上では、うん、ポニーより小さいって言われてるじゃないですか、当時の。え、そうなの。馬って、うん、今は大きいじゃないですか、なんかサラブレッドみたいな想像するけど。全然違うんです。当時の馬ってポニーぐらいなんですよ、うん、ポニーサイズなんかい。ポニーにあの武者が乗ってるんですよ。いや可愛いかよ、なんかギャップ萌えかよだからそのね、出てきた馬のサイズ気になってしょうがないんですよ。まあでもそう、その時代背景とか考えると1100とか1000何年とかだから、めっちゃ前だから、まあ、相当小さいんじゃないですか。そうなんですよ。だからあのイメージだと、もうね、勇敢ですよ。花のケージとかで、イメージできるあのね、でっかい ね、松風みたいな。いや、そう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 、違うんです。ポニーです。かわいいかよ。っていうか、ポニーかわいそうだよ、そんな鎧。何百キロぐらいのやつでしょ、重量のある。だポニーって考えると、そう、かわいらしいんですけど、はい、だから、あの、馬の、そう、小さい。ちっちゃいバージョンだ。なんですよ。まあ、でもね、すごいね、うん、まあ、もしかして、それ見た覚えあるみたいな方いたらね、うん、ちょっと教えてください。では続きまして、はいはい、花さんです。花さんありがとうございます。7、8年前、うん、旦那さんの実家で同居してた時、うん、長男が2歳前後、うん、
でその時義母がね、出かけておって、で義父はですね町内会のこう集まりに出かけて、で旦那は仕事で私と息子だけが家にいた、なるほどね、玄関が吹き抜けになっていて2階の吹き抜けのすぐ横に、まあ、義理の両親の部屋があると、で夕方薄暗くなってきて、子供と遊びながらみんなの帰りを待ってたんですね、母さん、そしたらあの子供がね玄関の方の座敷におもちゃを取りに行きたいっていうから、こうね2人で向かったところ、2階からでけえいびきの音が聞こえるんですって、で遊んでる間に、岐阜が帰ってきて、あ、まあ、そのパターンか、で、まあ、町内会の集まりやからこう酒飲んでね、もうそのまんま寝てもうたんかなと思ったんですって、じいじすごいいびきだねと子供とね、こう笑ってたら、そのタイミングでただいまっつってお父さん帰ってきたんです。あ、これは驚くね、めっちゃびっくりするね。って出た、出るよ、これは出ますよだって今まさに話をしてたやつが帰ってきて、お前誰が寝とんねんの状況じゃないですか。そうですよ、そうですよ。でね、帰ってきた、まあ、義理の父義父にね、びっくりしてたら、そのタイミングで義理の母も帰宅したと、で上からいびきが聞こえたというとすぐに確認しに行ったけども誰もいない。ことに関してこの家ではみんな寝た後に階段を上ろうととか、3人ぐらいの人の話し声などがもうよう聞こえとったと。そうなんだ。まあ、でもね、あのこのご実家先祖を大切にしている家だったので、今でもその先祖がねこう守ってるがてら遊びに来てるのはね、そうと思ってたんですって。で旦那さんの方も聞こえるようで、ああこれもう昔からだよつって、俺ちっちゃい時から聞こえるよみたいなこと言うんですって。いや、すげえな。でこの家は旦那が中学生ぐらいの時に、新築で、あ、中学か、小さい時ですね、中学の時ね、で新築で建てたらしいですね。で以前住んでた家も階段や廊下を歩く音が頻繁に聞こえると。で今でも帰省して泊まった時は夜中何人かがね井戸端会議してるんですって。家の中で、すげえな。ちなみにど田舎なので、隣の家までは50メーター以上離れてるんで、あ、じゃあ人の声とかそういうのじゃありえないね。するわけがないんですと。なるほどね、すごいじゃない皆さん。多分今とかまさにお盆真っ只中の時期で撮ってますから今ね。ああ、もう来てらっしゃるでしょう、ね、特にこの時期とかはやっぱり集まりがちになってるんだろうね。でもまあ、これに関して言うとそういう怖い、はい、まあね、びっくりはしますけどね。そう、まあその自分たちの子孫が元気かなみたいなのでね現れてる可能性もありますし、なんかねちょっとギャグセンスある先祖とかも欲しいっすよね、なんかちょっと笑かしてくれたりしてほしいじゃないですか。ああ、まあまあまあ、それか先祖のいびきでしょ、先祖も寝言は言うわけでしょ、言うのかな。先祖の寝言は聞けないよね、なかなかね。出てくるときに、わかんないですけど、起きてくるわけじゃないですか。いや、まあね、いや、わかるわかる。いや、寝るって思いません。子孫のとこを現れて、わざわざ様子伺いに来てるのに、ね、どのタイミングで寝んのって思えるでしょ。で俺それの前に言ったがノブのその、その微妙な表現がちょっとおもろいんだよね、起きてから来るわけでしょ。いや死んでるからね。いや、まあ分かる分かる、起きてから来るね、歯磨いてね。そうだよね、あの歯磨いて、そうだよね、朝シャワー浴びるタイプか知らんけど、朝シャワーねするかなんかして、まあ寝るっていうのがまず面白くはちょっとありますよね、貴重なね、まあ、花さんの経験ありがとうございました。まあ今日はこんな感じで、はいはいはい、今後よろしくお願いします。すごいっすよね、皆さん体験の数々、ありがとうございました。すごいです、ありがとうございます。ということで七浦でした。七不思議の浦不思議七浦、よろしくお願いいたしますね。いや、喋ることないんかい。喋ることなかったんかい。早いな、早い段階で喋ることがなくなっちゃいましたよ。いや、もうね、ありがたいことに、もう毎度毎度、我々ちょっと怖い話をね、そうですね、させていただく機会を、本当この夏は去年よりだいぶ増えましたよね。最近ね、その、まあ同じラインのさ、会談する人たちと仕事するときによう言うのが、今年多くないですか。ああ、そうだね。
この前もね吉田会長と喋ってて、うん、いやー今年多いんですよみたいな会長が言うぐらいやから相当だから多いでしょう、会長も相当仕事してるイメージあるけど、はい、そうはねーよー仕事しますよ ねだって今だとなんだっけ六本木階段とかもやってるし、ねはい、毎日っつってましたよ、まあ本当でロックちゃんロックちゃんでねああそうロックちゃんなんて4ヶ月休みないって言ってたもん ねスリラーも出てるしさ、はい、なんかもう階段喋ってる時違うこと考えてますねいやもうわけわかんなくなってんでしょ、もう話しすぎてそうなんですよ、うん、最近ロックちゃんから目が離せないんですよロックちゃんいいよね面白いですね、うん、ロックちゃんは なんだろうななんかやっぱ愛せますよね愛せますねサイズ感も含めてやっとね食べれるようになったんですけど20代のことを思い出すと絶望するんですよ車の中で言ってましたさすが44歳今年、同年代絶望が見えてきた40代いいですねでね、うん、ちょっと長なってすみませんねあのね響さんと DJ 響さん同い年じゃないですか、ねうん、同い年だね78年昭和53年でねどっかからトッシー VS モーモーの料理対決のあ料理お料理対決話を聞いてたらしくて、はいはいはい、ちょっと料理対決僕らも興味あるんですみたいな言っててねあでも四つどもえでやりませんみたいな話持ちかけたんですよ、うん、そしたら、ロックさんがね、うん、いやまあ僕ぐらいになると目玉焼き作れますからねって言い出したら響さんが目玉焼き作れるんですか作れねえのかよ俺も作れねえけど響さんもやべえじゃねえか結構マジで面白いんだよこいつら構図で言うとロックさん目玉焼きを作れて俺と響さんは作れないってことが今分かったね、そうで田中さんも絶対作れないでしょ目玉焼きなんて田中さんいけるんじゃない？卵終わったらいいだけですよね。あ言いそう言いそうだわなんかやりません、ね、いやよくっちゃくちゃだやりてで響さんに、うん、いやだから参加していただけるんだったらもうスーパーで買い出し行くところから、うん、もう取ってねマットとか見ないで、うん、もう自分の頭の中のイメージだけで買い物とか行きますよって言ったらいやースーパーかーって言ったいやいやなんでいや普通でしょそれは響さんそれはスーパーでしょ普通にいやどういう生活してんのどこで買ってんの普段謎が多いわネットスーパー派なのかもしれないよねもしかしたらねいやーたまんないいやでも面白いっていうかやっぱでもやっぱ同年代でねなんかいろいろ話したり仕事できたりするのはねいや楽しいですよ、うん、めっちゃ楽しいですよだから今の夏はいやだから昨日もその百物階段のね、うん、釣りやないと百物語も釣りやないと百物語スーサックンは一人若くて、うんまあね、あとロック響き僕千華ですからね同年代だよね千華さん、ね、さんもそうかそうか、はいいいね40代青春ですよ、ね、よかったですよ盛り上げていきましょう階段階を40代がねではお投稿いいですね投稿階段いつまでございます、ローリーさんがねあの犬鳴きトンネルの第2弾送っていただいて、はいはい、この前のやつが結構ね娘ちゃんの怖かった話で地元で有名な、うんちょっとねこれ地方の呼び方なんでちょっと分かんないんですよねまあちょっと端折りますねはいはいはい旧丸々トンネル、まあ犬鳴きトンネル近くなんでしょうねああ多分、多分で読んでいいよ俺、うん、中愛なんじゃないかな中愛って読むのかな中愛トンネルかな、うんうん、で単車と車で10人ぐらいで行って、うん、すげえな七曲がりの道を登っていったところに、はい、その旧中愛トンネルがあると、うんはい、で娘がね娘さんが着いた瞬間にですよ、はい、もうやばいよここダメだよこんなとこもう宣言したと、うん、なんで行くねんって話なんですよ、ね、もうまあね考えてみるね行く前に止めてあげてって思うんですけど私行かないもう絶対にダメ車に残りますとなるほどで娘の彼氏とねその友達も娘が残るんだったらやっぱやばいから残ると、うんもうやめようじゃねえそっから方がいいよそうだったらもうねでも娘が必死に止めるもんも聞かずに他の7人は登ってっちゃった行っちゃったんだこれはよくないよこれで車の中でその娘ちゃんがね、うん、こう車の中で座ってると、うん、車の外から、うん突き刺さるような強烈な視線をずっと感じるんですって誰が見てんだとこれはで首をね細い紐
ピアノ線みたいな紐でね、うん、ギューってしもう締められてる感覚するんです。うわ怖っ。ずっ、あやばい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 。で突然ね、うん、彼氏が急に訳のわからん言葉を喋り出して、うん、なんか言うんですって、うん、うわーって訳わからんこと喋り出して、うん、でも娘がもう怖いから泣き出してね、うん、もうしっかりしてよしっかりしてよってね、こう何度もこう、うんうん、体を振ってたら、ね、うん、彼氏落ち着いてきて、でもその隣に乗った友達ももう怖くなって、うん、やめろよみたいな感じで切れ出して、うんうん、まあまあ連鎖するよねこれね。でもうやばいやばいって、もうその残ってた3人もこんな状況になってるから、うん、はいはい、あとの7人大丈夫かなって思ったら、うわーっつって戻ってきた7人がブワー帰ってきて、うん、もう帰る帰る帰る、やめろ、黒出せませんみたいな感じで、何やった何やったんこれで、彼氏はね、うん、娘と一緒に来て、はい、で、テレビを見てたんですって、うん、もう帰ってきて怖かったねっつって、あそこ怖かったねみたいにね、こう感想を言ってたら、うん、そのテレビの横に窓があるんですけど、うん、はい、その窓からめっちゃ見られてる気がするんですって。あ、また視線を感じる、うん、でパッて見るとね、うっすらとその窓のところに顔が2つあって、でそれを 見た瞬間に体がゾワゾワしてきて、うん、まあ、さっきよりもさらに強い視線がね、してきて、そうなんだ、であれもういやさっきより強いなと思ってもう一回見ると、うん、さっきうっすらと出てきたその顔が、うん、今度はっきりと男女の顔で出てきてるんです。ほうほう、男女なんだ、うん、で彼氏は娘がその窓の方を見てることは気づいてるけど彼氏には見えないじゃないですか、うん、はいはい、そういうこと ね、うん、でいや何さっきから窓見てんだ、うん、怖いよっつって彼氏窓見たら彼氏にも見えてもうたんです、うん、で娘が聞くと、あと男とね女の顔がある霊感の会か、霊感のない彼氏も見えたということは相当強い霊だと。なるほど。で娘ちゃんがね、もう申し訳ないと、何もできないから、もう帰ってちょうだいよと、でこのままねここにいてると自分とこの家にも災いがあると思ったらしくて、ね、でお家の仏壇にね、こうろうそくとお線香をあげて、うん、ご先祖様にね助けてくださいと、で1時間近くねお願いしてたんですって、うん、はいはい、でずっとお願いしてたらゆっくりとふわっとその男女の顔が消えていったんですって、でね彼氏はもう幽霊見てもうたわけで、ちょっともう帰られへんと、うん、怖いからね、でも娘はもう帰りなさいといやまあまあまあ、ね、帰りなさい、その日止められる状況かどうかっていうのもあっただろうしね、うん、で帰ったんですって、うん、で娘曰く今までいろんな心霊スポット行ったけど中愛トンネルだけは、車から降りれず最強の幽霊がいると。えすご、娘は犬鳴峠のトンネルよりこの中愛トンネルの方が本当にヤバいよ、うわー、その後これは関係あるかどうかは定かではないですけども、4日後ぐらいに彼氏が朝出勤途中に田んぼに突っ込む事故を起こしたんですって、うん、あなんかありそうだよでもそういうのってね、まあ、でもそれぐらいで済みましたと。娘がね、娘ちゃんがタビューシティが再開した時は、うん、はい、ぜひともこの中愛トンネルに来て検証してください。いやめっちゃ怖いやつじゃないかここ本当のマジでヤバいやつじゃないかここなんでそんな振るんまあでも行こうか、え そこ行った際は、いや行った際はセカペニとあんたがって言うでしょ、セカペニスマホ落としてるワンでしょしかも自分のじゃないやつ、プロデューサープロデューサー買ったばっかりだったのにって言ってたあれもよかったな、あれかわいそうやったな、あれね、かわいそうだった、最新の iPhone がそうめっちゃ新しい、ね、13かなんか分かんないけど、なんかのね20万ぐらいしますからね、ね今 iPhone って、いやよっぽど焦ってたね、影響も、じゃあ中愛トンネルっていうの覚えとこう俺、いやだからね犬鳴きって福岡でしょ、うん有名だもんね、だから不思議ちゃん の, あの九州勢をね伴って、あみんなで行けば怖くないみたいな旅不思議の時に、うん、パーティーは、はい、セカペニー、セカペニー、ね、七不思議銀河マン夫妻いや夫妻でかよ夫妻で行くのかよ戦闘海銀座で変なまたコスプレにわけわかんないバナナのバナナのコスプレじゃあ大丈夫そうだすごいお話、覚えとこう周愛トンネル、では続きまして、はい、こちらがみすずさんですね、みすずさんありがとうございます、これはいつも突然職場で、体験談聞かせてくれる、先輩の M さんのお話、はいはい、
M さんある日までうとうとと寝ていたら右肩をトントンって叩かれて起こされたんですって、うん、でその時旦那さん違う部屋にいてね誰もいないはずに変だなと思ってたと、うん、でまた別の日は M さんがお風呂で寝て、しまったら、うん、やはり右肩をトントンと叩かれて起こされたんです、うん、でも右は壁なんです。ああそうなんだ、ね、叩くには不向きな状態で、これは前のことも含めて誰かね、なんかこう霊的なものに叩かれてるんじゃないか、うん、そう思うよね。でまた別の日に今度は旦那さんがお昼寝か何かでいつもとは違う変な時間に目覚ましをかけて寝ていたら、うん、全然起きないと、うん、で目覚まし時計が全然起きないのにずっと鳴ってると。でしばらくして旦那さんが起きてきて、肩を叩いてくれて起こしてくれてねありがとうねって言ってきたんですって、うん、でも M さんはもうね、うん、用事があって、うん、あそうだね、起こしてないんだと、うんうん、で M さんが私だけではなく旦那のことも起こしたよねと話していました、私は話を聞いてその例はいい例だなと思います。お風呂で寝てるのを起こしたり、うん、用事があるからどうしても起きなきゃダメだったそうな旦那さんを起こしたりしてる。ああなるほど。なので助けてくれる優しい例だねと M さんに話したらそうだねと言っていましたということ。すごい、なんていうのかな、まあ大丈夫みたいな、うん、そういう感じで ね、 叩き方してくれるのはあると思うんですけど、起こし方、叩き方も雑やったら嫌ですよね。そうなんですよ。だからこのイメージだとこうなんていうの、優しい感じみたいな、ね、うん、だけどなんかこう暴力と普通に叩いたののすごい際どいラインの叩き方だとすごい嫌ですよね。嫌ですね。ああいや、いや、ああ言えな、ああうっとうしい、ああ痛い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 、ああいえ水平ちょっと言ってるそれ。水平こうは嫌だよね。もう感触で水平チョップ打ってきたなって分かるし、なんで幽霊水平チョップ打ってきたやろなと。これはね、いやそれ毛先切りチョップだから毛先切ったなって分かるから幽霊が、毛先切るなよ。トントンでいいんだよ。起こすの起こし方あるだろそれは。幽霊のエルボースマッシュもムカつきません。いやいやいや、勝ち上げのやつ。勝ち上げるな。普通のエルボーでいいだろ。なんで下から下から行くんだよな。ヨーロピアンスタイルのなんかやめろそういうのは。普通に起こす。ありがとうございます。では続きまして、はいはい、麻生ウルーさん、麻生ウルーさんですね、行きましょう。はい、ありがとうございます。高一の時、うん、信号待ちでね、うん、ボーっとしてた時に、はい、隣の方が渡り始めたので、うん、はいはい、一緒にねこう歩いてもうたんですって、はい、たまにありますよね。わ、ね、かるわかる、一歩二歩みたいなね、うん、はい、そしたらガッと肩押さえつけられて、何歩き出してんのまだ赤だよっていうね、怖い怖い怖い、友達に止めてもらったって。びっくりするね。あと何歩かで車がひっきりなしに走ってる道路に飛び出すところ、で気づけば隣には誰もいなかったと。あの時に隣にいた、私をいざなったものは何なんでしょうか。怖っ。若い時に何度もこういった体験しておりますと。あ、そうなんですね。確かにこの自分がぼーっとしてるとそうなるのはすっごいわかりますね。ありますね。ああ渡れるようになったんでしょうみたいな。あれよくないですよね。よくない。であと俺腹立つのがあれなんだよね、あの自分の駅まで行く一個大きい信号あんの、はい、22時以降はあのねボタンを押すんですよ、はいはいはい、ボタンを押すとなんか変わるようになるみたいな。で疲れて、はい、まあ、駅からね来てその信号止まってそのボタンの近くに人が立ってるんですよ、はいはいはい、で押したのか、はい、分かれへん。そうで結構もう 4,5 分待ってはぁと思って押してへんのかい。そうで近く行ってみたらなんかボタンを押してくださいっていうのあれがあって、お前押してなかったのか押すよっていう時ありますね。あの時でもそいつそこで立ってるやつ、いやいや私は別にみたいな感じだからね。ああ、なんお前この俺の階段所の貴重な5分間をお前分かんないけど5分あればいろいろできると。まあまあできますからね。頼むよみたいなね。階段師匠の殺しの夏貴重なね5分間ですよこれは。この前ね本当に危ないなと思ったのがね、うん、あの信号待ちしててね、で完全にもう黄色なんで点滅してるんですよ、はいはい、歩道のね信号が。なのに
果敢にもね、果敢杖ついたね、おばあちゃんが果敢だな、トライするんですよ。いや無理だよ、もう自分のスピード分かる ね, ね, ね、まだまだ距離あるんですよ。無理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 、もう赤なんですよ。戻った方が早いんですよ。早い早い、戻ろう。全然めげない。戻んねえのかよ、もう自分のスピードと距離。もうね、数学やってちゃんと。もう本当にね、危ないですよ。いやそう、本当絶対あのいけそうだなとはダメ、ね、ダメですよ。戻って待ちましょう、ね、その方がね人生大事ですから。では続きまして、はいはい、赤レンコン将軍さんです。ありがとうございます。赤レンコン将軍さんは暑い夏には薄めのカルピスを一気飲みしたいらしいですよ。あ、逆マサ斎藤じゃないですか。現役じゃなくて薄めでね。いいですよね。はいはいはい。数年前、うん、私は現在大阪に住んでるんですけども、はい、その日は梅田か難波へ遊びに行った帰りだったと思います。繁華街、とある駅で乗り換えのために別路線のホームへ続く階段を降りようとしてて、で、だってね、こう下の方を見てみると車椅子に乗ったおじいさんとその車椅子を押している連れの方、うん、パッと見 3,40 代くらいの女性、とがホームへと進んでいる後ろ姿が目に入った。私は階段を降りる際に人が少なければ一気に駆け降りてしまう癖があります。一社は俺、まあね、ちょっと分かるけど三段飛ばしぐらいで降ります。マジで勢いあるね。気をつけな、本当怪我するぞマジで本当。しかしそんなことをしたら車椅子のおじいさんたちにぶつかるから、そう、ね、スピードを緩めてね、一瞬足元に目を落としたんです、うん、ほんの一瞬です、はい、すぐにまた階段の下の方へと目を向けたんですけども、うん、その二人は忽然と姿を消していました。あれと思って、うん、一気にホームへと駆け下りました、うん、上りも下りもまだ電車は来てないんです、はいはい、さほど混んでない時間帯で人も少なかったんですが、目の前に広がるホームのどこにも車椅子のおじいさんとそのお連れの方はいません。こういうの不思議だよ ね, ねえ、私が駆け下りた階段の横にはエレベーターがあって、うん、もしかしたらエレベーターで登ったのかなと思ったんですけども、扉は閉まったままで、中は無人なんですって。あ、そうなんだ。私は一体何を見てしまったのか、何か見間違えたのか、未だに謎のままですと。まああれは何だったのか的なのってやっぱり皆さんもあるわけですよね。いたはずの人が、まあ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 、よう通ってたとかでしょうね多分ね。ああそうだよね、うん、だから2人してこういうのってまあさ、まあ、自分が例えば亡くなったりとかして、はいはい、大体その一人で出てくるイメージあるじゃない、まあ、何体かで一緒に出てくるってことももちろんあるけど、自分が亡くなったら例えば自分の親戚とかと一緒になんか連れ立って出てくることとかっていうのは可能なのか、亡くなったばあちゃんとかと、ばあちゃんちょっと一緒に今日出ないみたいな、出てないっていうのおかしいけど誘うのなんか分かんない、遊びに行かないみたいな感じになっちゃうけど、どうなんだろうね、僕の見解ではこれってメインおじいちゃんなんですよ。はいはいはい、メインおじいちゃんなんで、このおじいちゃんのもうおじいちゃんの中ではこのお連れの人が押してるっていうのはもうワンセットなんですよ、ね、意識の中で。なるほど。だから亡くなって幽霊となって、うん、その自分が一番、うん、ルーティンとして使ってたところに現れる際は、うん、その後ろの人がその顔かどうか分かんないですけど、うんうんうん、もうセットなんですよ。だからその押してる人は本当にいるのかどうか、だからその顔とかも見る人によって俺多分変わると思うんですよ、うん、イメージで多分脳が、はいはいはい、作ってるだけなんです。おじいさんが作ってるなんかね、おじいが作ってるっていうよりもこの多分後ろに誰かいますっていう意識だけがあって、はいはい、脳みそがその見た赤レンコン将軍さんが勝手にお連れの人は人の顔はその人が決める感じなんかね、そうそう想像してるだけだと思うんですよね。だから惜しいですね、メインは。ね、どっちかの意思が、この私はいつもこうやってもらってたっていうのが多分その駅の中に残ってたかもしれない、ね、そうそう残ってただけだとは思いますけどね。まあ不思議なお話ですからね、今回もたくさん、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。ということで以上ナナラでした。ありがとうございました。